ちっちゃな頃から優等生、気づいたら大人になってた。ライフのような思考回路は持ち合わせるわけもなく、でも遊び足りない、何か足りない、困っちまう、これは誰かのせい、あてもなくただ混乱するデイデイ。それもそっか、最新の流行は当然の把握、経済の動向を通勤自治、精神で入社しは社会人じゃ当然のルールです。愚かさとは、それが何か見せつけて。